清水博康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ、前回に引き続き男子小学生ゴルフ選手を紹介します。今回はお部屋について伺います。宮浦拓人選手、小学4年生で競技を始め、わずか1年で全道大会優勝。圧倒的な飛距離とフェアウェイを捉える正確なショットが特徴の選手です。春には中学に進学し、全国大会でさらなる飛躍を目指しています。そんな宮浦選手のお部屋の様子を見せてもらうと、ギター、チラッと見えたけどギターやるんですか？ギターやってます。あ、そう、はい、どんな曲？3月9日レミオロメンさん、全然弾けないんですけど、でもちょっとは綺麗になってきて。あとパターの練習すごいですね、あれ、はい、テレビにつながってて、あれ打ったら反応してくれて、パターの練習ができるっていう。本当、はい、宮浦選手の悩みを相談、アスリートクエスチョン。朝一のティーショットの時にスライスしちゃったり、左に引っ掛けたりっていうのが多くて、スタート前って、僕も小学生の時とか、はい、レースやってる時ってすごい緊張してたんですけど、はい、ワールドカップとか、はい、オリンピックとかの映像を見た時にものすごく選手がかっこよく見えて、好きな選手の真似とかしだしたら、なんか自分がかっこよく見えちゃって、自分はタイガー・ウッズなんだぐらいの感じで雰囲気出していって、はい、緊張から今度はいいショットみんなに見せてやるぞっていう気持ちに変わっていくんで、このままいって、はい、将来絶対生かされると思うんで、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、次回は宮浦選手とシミュレーションゴルフ対決。